強すぎはロタ。やっぱり格が違うわ。マイルは強いな。優秀の美、お疲れ様でした。安全運転で外回して余裕勝ち。香港行って欲しかったな。大外分回し余裕でした。獲得賞金10億円超え。去年と比べると落ちてるな。これに勝ったコントレイルが最強。2着シュネルで硬すぎ。1600以下に限定して使ってれば、G1 あと何勝できたんだよ。待機シャトルみたいにならなくてよかった。上がり 32.7。歴史的名馬。中2週は関係なかったな。ダイワメジャー以来の連覇。アーモンドアイに干渉しただけあるな。来年はシュネルマイスターの時代か。ダノンザキッドは終わってなかったのね。終わってたのはサリオスでした。マイルなら歴代最強クラス。エピファネイアつけよう。藤沢もこれで G1 勝ちは最後かな。ゴールデンシックスティとの対戦見たかった。シュネルはとっとと守護場にした方がいい。引退式ないのか。カナロアつけて短距離最強馬を作ろう。カズオボバ牝馬両方で最強マイラー出したのか。これまでに連覇したのは日本ピロウイナー、大卓ヘリオス、待機シャトル、ジュランダル、ダイワメジャーのみ。